エリーはさ、どんな大人になりたい？お願い！チロ、誰かを救うということは誰かを助けないということなんだ。いいかい、人間の手で救えるものは自分が肩入れした側のものだけなんだ。誰も泣かずに済むな。その顔を覚えている。目に涙をためて生きている人間を見つけ出せた。心の底から喜んでいる男の姿、それがあまりにも嬉しそうだったから、まるで救われたのは俺ではなく男の方ではないかと思ったほど、死の直前にいる自分が羨ましく思えるほど、男は何かに感謝する。ありがとうと言って、見つけられてよかった、一人でも助けられて救われたと。生きてる、生きてる、生きてる。任せろって。じいさんの夢は傷つく。正義の味方を張り続ける。俺はなくさない。愚かでも引き返すことなんてしない。この夢は決して、俺が最後まで偽物であっても決して間違いなんかじゃないんだから。